種さん、長い現役生活本当にお疲れ様でした。種さんとは短い期間でしかプレーすることができませんでしたが、特別指定で入った僕と楽しく接してくれて本当に嬉しかったです。もう少し種さんとは一緒にプレーしたかったし、すごく寂しい気持ちでいっぱいです。これからも仲良くしてください。本当にありがとうございました。タネさん、長い現役生活お疲れ様でした。タネさんと過ごした時間は短いんですが、タネさんにはいろんな経験をさせてもらいました。セカンドキャリアも頑張ってください。応援してます。ありがとうございました。タネさん、12年という長いプロ生活お疲れ様でした。タネさんとはその中で1年くらいしか一緒にできなかったんですけど、アップの時とかもいろいろな話をしてくれて楽しかったです。あとバスケットに対する情熱とかもすごく見てて勉強になりましたし、周りの選手との接し方とかバスケに対する姿勢などもとても勉強になりました。これからセカンドキャリアに入りますが、応援しています。頑張ってください。長い現役生活お疲れ様でした。種市さんが北海道でプレーしていた時はすすきのに種市康介ありと言われるようなそんな人だと聞いていたので、正直特別指定で僕が去年加入する時は怖い先輩なのかなと思っていましたが、1年半一緒にプレーしていく中でとても優しく話しかけてくれたりアドバイスくれたり、そんな優しい先輩で正直安心しました。種さんとは1年半しか一緒にプレーできなかったんですが、種さんの長い現役生活の中の1年半を一緒にプレーできて本当に嬉しかったです。これからもセカンドキャリア頑張ってください。いつか北海道で一緒にジンギスカン食べに行きましょう。 Thank you, Tane. It's been a pleasure getting to be your teammate on and off the court. I'm gonna miss the laughs mostly. I'm gonna miss the jump shots and good luck in everything else you decide to do in your future. Stay in touch, man. Thank you. Tane 選手、現役生活お疲れ様でした。本当にオンコートオフコートと関わらず、こうやってチームメイトとして1年間入れたことをとても嬉しく思っています。本当にダッシュ自身のことをたくさん笑わせてくれたりだったりとか、タネイチさんの武器のジャンプシュートだったりとか、本当にいろんなことが見れなくなってしまって、寂しい部分はありますけど、これからの将来も、セカンドキャリアもタネイチさんらしく頑張っていってもらえばいいかなというふうに思います。現役生活お疲れ様でした。 Hey Tane,we're extremely proud of you. We're happy for, about your journey and how long it's been. It's been a great year. Happy to be your teammate. There's been lots of laughs, lots of good times, lots of bad times, but the good outweigh the bad. And it's been a great year. So best of luck for your future, and I wish you the best.タネイチ選手、現役生活お疲れ様でした。本当にこうやって長いキャリア、過ごせたっていうのも、クリス自身も本当にタネさんのことを誇りに思います。1年間こうやってチームでできて、たくさんみんなのことを笑わせてくれたりだったりとか、クリスのことをたくさん笑わせてくれたり、いろんなこう普段ありましたけど、こうやってシーズン一緒に過ごせてとても嬉しく思っています。これからのキャリアも、タネさんらしく頑張っててください。おめでとうございます。Congratulations on a great career, Tane. It's been an honor and a pleasure to be your teammate for 2 years at NARA. And good luck with whatever you choose to do next after basketball. Tane 選手、現役生活本当にお疲れ様でした。2年間この NARA の地で、一緒にチームメイトでやれて、とても嬉しく、グレッグ自身も本当に誇りに思います。これからのセカンドキャリアも Tane さんらしく頑張っていてください。現役生活本当にお疲れ様でした。タネさん、現役生活本当にお疲れ様でした。奈良では、ワンシーズンと短い時間でしか、一緒に時間を過ごすことできなかったですけど、オンコートオフコート関わらず本当に優しく接していただいて、一緒にご飯に連れていただいたりなど、本当に楽しい時間が過ごせました。これからのセカンドキャリアも、タネさん何するかまだ分からないですけど、本当にタネさんらしく笑顔で毎日頑張っていてください。現役生活本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。